今までにないコースだなと思ってちょっとびっくりしたんですけれども、なんかのコンセプトを聞いたらですね、海外の WRC みたいに自分の自宅の前をラリーカーが疾走するみたいなラリーが作りたかったということで、なんかこう民家の中を走ったりとか、でも民家の前で本当にですね、お家の方が手をたくさん振ってくださってるんですよ。なので沿道の応援、お家の前の沿道の応援すごく多かったので、なんか走っててすごく楽しかったです。ですね、今年はですね、結構ねグラベルラリーを、中心に出たんですが、だんだんとですね自分でも手応えが出てきて、走っててどんどん楽しくなってくる自分に、ようやく気がついたというか、楽しめるようになってきたということですかね。ただね、今年後半は台風とか、大雨とかそういったこういろいろ自然災害を見て、やっぱりこう自然と共生しないとねラリーっていうのは楽しめないので、ちょっとキャンセルになっちゃったのっていう残念なのもありましたけれども、いよいよね来年 WRC が、日本にまた帰ってくるかもしれないということで、まあ、今回のセントラルラリー、それのプレイベントということなので、シリーズとは関係ないですけれども、ぜひ参加したいと思っていち早く参戦表明をしてですねやってきたという次第でございます。タイヤの感じはですね、実はここのコース結構くねくねなんですよ。ヘアピンがたくさん続くようなところもあったりとか、結構こうツイスティーに S 字が続くところが多くてですね、最初は、052を、フロント、リアともに入っていったんですけれども、これはもしかしたら 080B でももっと私でも使えるんじゃないと思ってですね、5個は実はフロント 080B で、リアは052というですね組み合わせで行ってみたんですね。そしたらやっぱりですね、後半になってもグリップがずっと続いて、すごくコントロール性もいいし、かといってそうバランスも悪くなくてですね、とても乗りやすかったです。ただ明日はちょっともうちょっとチャレンジして、お天気が良かったらですけど、全部 080B で行っちゃおうかなと思っております。この度ですね、竹岡圭の突破力という本が出てしまいました。で自分で書くのはですねやっぱりちょっとね恥ずかしかったんで、知り合いの編集長さんがだったら僕が書くから出しますよって引っ張られるようにしてですね、いろいろお話を1年がかりで実は聞いていただいてまとめた本になります。でこれ私がラリーに参戦しようって決めてから1年目のチャレンジまでをまとめた本なんですけれども、いや結構やっぱりね自分で新しいことにチャレンジするって、まあ、大変なんですよね。でそれをこう一生懸命綴ってある本ですので、皆さんこれで何か読んでね元気が出たり、まあ、こう応援できるようなものになればいいなと思って竹岡圭の突破力っていう、タイトルがついています。多分ですね、読んでいただくと元気になったり、苦難をね突破できる力がちょっとだけでも背中を押せるんじゃないかと思いますので、書いてくださった編集長のためにもぜひご購入していただければと思います。これが好評に売れればですね2年目3年目そして4年目のお話も書けると思いますので、皆さんぜひ、竹岡圭の突破力、ピンチをチャンスにということでよろしくお願いいたします。来年はですね、いやもう本当のこと言っちゃうと、もう自分でですね、Kラリープロジェクトっていうプライベートチーム動かすの大変なんで、今年で卒業するしかないのかなと思ってたんですけど、WRC に来るって言われたらですね、うちの Kラリープロジェクトは、やっぱりいくつになってもチャレンジができる、モータースポーツと車で、を日本の文化にしたいなんていうね、大きな目標を掲げてやっておりますので、これに出ない手はないだろう。モータースポーツを応援したい人としてこれに出なきゃいけないと思ったので、もう1年ですねなんとか頑張って、Kラリープロジェクトとして自分でチームを動かしながら、参戦したいなと思いますので、皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。
Kラリープロジェクト、そして竹岡 Kをいつも応援していただいて本当にありがとうございます。もうね、今年で3年目になりますけれども、続けてこれたのはもう本当に応援してくださっている皆さんのおかげだと思ってます。でやっぱりそういったこう応援の声をこのラリー会場だったり、あとは SNS だったり、いろんなところでですね、聞かせていただくとすごく励みになって、苦しいけどやっぱり頑張ろう、もっともっとなんかこう皆さんにもこう楽しいパワーをお返ししたいという気持ちになるんですね。これからもですね、なんとか頑張ってまいりたいと思いますので、ぜひぜひ応援続けてください。どうぞよろしくお願いいたします。これでですね、モータースポーツと車が大好きな人が増えてくれるといいなと願っています。